子虎之助。私忘れかけてきてる本来日本の美徳と言われたこと、こういうことも太鼓の技術と一緒に学んでほしいと思います。っていうことの一番尊さはね、僕は思うんですよ。みんな心が一つになるっていうことですよ。石川ですか、松井の件ですねって必ずそう言われる。あのヤンキースにいる松井が知ってる。あまり頑張って練習してたんで優勝させてくれたら嬉しいです。